皆さんこんにちは。材木屋の親父とせがれ、せがれの八田宗志です。さあ本日はですね、第2回オンラインミュージアムツアーということで、会社にある木のミュージアム3階をご紹介していきます。ここには会社の秘宝ですとか、それから変な形をした木ですとか、これ何に使うのといった木、そんなものが展示されておりますので、どうぞお楽しみください。はい、それでは3階のミュージアム見ていきましょう。さあ早速ですが、こちらです。皆さんこの木の名前わかります？これ木なんですよ。カラパナウバと言います。南米の木ですね。変な形してますね。さあ何に使おうかというのをついつい悩んでしまいます。はい、このコブですね、クラルウォールナットと言います。クラルウォールナット、北米のブラックウォールナットと、それからヨーロッパのですねブリティッシュウォールナット、これを掛け合わせた樹種になりますね。なかなか人工物なので珍しい、希少性が高いということで最高級の木材の一つなんていうふうに言われます。こちらの木のミュージアムですね、2階3階合わせて3000枚から4000枚ぐらいの展板が準備してあります。まあ3000万から4000枚、なかなかの量ではあるんですけれども、会社全体で見るとですね、わずか 7% 前後。はい、こちら、欅です。こう、なんて言うんでしょう。川が流れるような、そんな形しています。はい、これはね、ちょっと幅が狭いので、テーブルとしては心もとないっちゃ心もとないんですけど、飲食店とかのお店の中心にこういうのがあってもね、面白いんじゃないかなと思います。さあ一番奥に来ました。この黒い木があります。黒い木、これ神代杉と言います。さあずんずん行きますよ。真ん中がぽっかりと開いてしまった、これ欅の輪切りですね。はい、3階にはですね、珍しい樹種、それから変わった形をした木が非常に多いですね。何に使うかっていうのを考えさせてくれる、ワクワクさせる木が多いです。さあ、こちら。ね、ドイツのお菓子、プレッツェルのような形してます。会社ではですね、メガネの木、メガネの木っていうふうに呼んでるんですけど、何に使おうかなっていう。まあなんかのオブジェとかにね、使ってもいいですし、メガネ屋さんに置くか。続いてこちら。土地のコブ木ですね。はい、なかなか見ることのない表情ですから、まあ、好き嫌いがはっきり分かれる木ですね。はい、こちらも土地です。見てください。この縮み木と波状木が一面にぶわっと広がっている。3階のミュージアムの中でせがれが特に気に入っている木です。はい、で、土地ですね。こういう縮み木とか波状木、出やすいっちゃ出やすいんですけど、ここまで一枚の板に全面に広がっているものっていうのは極めて珍しいです。もう本当にキラキラしてますよね。はい、で、こっちはもうなんて言うんでしょう。化石コーナーみたいですね。ここにまとまっている束ですけど、これ、イスの木って言います。イスの木はですね、日本で一番重い木です。右側、ここからですね、屋久杉がずっと並んでいます。屋久杉、もう今や伐採禁止の木ですね。お、見てください、この値段3800万円。おお、3メートル超えの屋久杉ですね。もう今じゃ絶対取れません。あ、これは欅の玉木ですね。非常にやっぱりこれ自体が珍しい、そして貴重性が高く高価なものになります。はい、こちらも屋久杉です。これ非売品なんですけど、これはちょっと親父さんにまた詳しく解説してもらおうかなと思うんですが、実はですね、この1枚の天板で歴史が語れます。また親父さんにちょっと解説してもらいます。はい、こちらは黒柿ですね。黒柿、まあ、コンビニでこういうパン売ってませんね。なんか面白い表情ですけど、これクジャク木って言います。はい、まあこの黒柿独特の木ですね。はい、ここから先は屋久杉コーナー、屋久杉コーナーです。こいつも屋久杉です。ちょうどですね、ここに並べられているものは2メートル級のものが多いです。はい。で、屋久杉の中でもですね、大きく実は二つに分けられまして、樹齢1000年を超えていないものは屋久杉ではなくて、小杉というふうに呼ばれます。
小杉、まあ可愛らしい名前ですけど、まだ一人前の屋久杉じゃないよというような、まあそんな意味が込められてるんですかね。はい、こうやって見ているとですね、ついつい積んである木、上の方ばっかり目が行ってしまうんですけど、実はですね、下の方にも秘宝がちゃんとありまして、例えばこちら、下から2枚目見ると、これブビンガなんですけど、お値段見てください。330万円。なかなかですよね。そしてこの一番下、ブビンガ450万円。これもなかなかですね。はい。なので、上にあるから希少価値が高いとか、そういうの一切なくってですね、ここでしっかりと適切に乾燥して、保管していると、まあ展示しているという、そういうものになっています。はい。そして当社の目玉というか秘宝ですね。秘宝中の秘宝がこの2枚です。詳しくは親父さんに語ってもらいますが、ざっと紹介します。こちらが欅。2.5 メートルぐらいですか。のサイズですごく立派です。まあ、お寺の門とかですね、そういうちょっと厳かな空間にはぜひこれをというふうに思っているものです。ちょっとすいません。値段は非公開なんですが、また親父さんに語ってもらおうと思います。はい、そして二つ目がこちら。画面にちょっとギリギリ入るぐらいなんですけど、これ屋久杉です。屋久杉。長さ4メートルですね。なかなかもう4メートルの屋久杉っていうのは、取れないっていうことで、極めて希少価値が高い。はい、こちらも、親父さんにね、後日語ってもらおうと思いますが、お値段はその時に